サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。サワイアンチャンネル、This is Char。おはようございます、お兄ちゃん。やってきてまいりました。目覚めのいいモーニングコールでございます。貴様のせいでめちゃくちゃ目覚め悪い。うるせえ。隣で。はーいじゃない。朝からすごい高い声出ましたけれども。うるせえマジで。いや本日はゆいちょるテンション上がってるんですよ。鼓膜の中で貴様の声すらもうバチバチブブブブブン。音波がこうゴーゴーゴー来てるね。まあ大丈夫。今日は楽しい企画ですからお兄ちゃん。本日は。これから暑くなってくる、夏が差し掛かろうとする日本、だいぶ先取りだよ、またすげえ早い。いやでももう6月そろそろ来ますからね、まあ、この間も30度を超えたわね。はい、とんでもない猛暑日になりましたよ。暑かったわね、はい、本当に、ね、夏を来るなやって話しましまったね。そんな蒸し暑い日本、外国人たちたくさん苦しんでるかと思いますけれども、はい、そんな人たちにのために今回こちらの商品レビューしていきたいと思います。はい。ズバリ、アイスです。アイスクリームがすごい、あんた、ちょっと、こうちゃんとこう見せなさい。ちょっと、何これ、ちょっと、ちょっと、これから紹介するから、あんまり見せたくねえなって思って。ね、はい。ちょっと、これはまだ置いときますけれども、はい、アイスなんですけれども、実は私たち、もう1年前ぐらいに、アイスやってるんですよ、レビューを。はいはい、やりましたわね。はい、やりました。まあ、日本のアイスクリーム業界、もう、素晴らしいよ。もう、ベタ褒めでしたから、ね。すごいよ。はい。私が一番、唯一を、こう、認めてる、はい、業界でもある。アイスクリーム業界は。かなり、レベル高いですからね。全ての食、はい、こういうものの中でもやはりかなり上位に入り込んだマロジナやたちは。マロジナすごい、ね、すごいレベル高いですから。はい、はい、それから、まあ、かなりの月日が経ち、はい、コンビニに揃えてるアイスの品かなりガラリとすぐ新作出す、ガラリスと変わりました。2日に1個新作出るよどんどん出ますから、ね、アイスクリーム業界もう進化が凄まじいですから。凄まじいだからマジでもうゴキブリのように湧いてくる新しいアイスクリームどんどん新作出ますからね、うん、ビームスのごとくすげえよあいつらということで、もうあの動画は正直参考にならないということで、今回新たにその新作アイスたちを買い揃えてレビューしていこうじゃないかっていう話。なるほど。まあ2023年版ですね、最新版。やりますか。やりましょう。ついに1年越しのスーパー企画です。はい、これアイス企画でございます。やるか。はい、まあ、かなりいろんな苦節用アイスもありますので。あります。あります。あります。問題児あります。問題児あります。しばきちゃう、はい、ちょっとそこら辺どうなのかちゅう話をちょっと、見ていきたいと思います。それではやっていきますか。あと私一つ思ったことが、その1年前の動画と比べて私たち日本語が進化しすぎ。あー、もっと下手にダメよあなた。あなたちゃんと自分の昔の動画がなぜみんなに好かれてるか、そういうのちゃんと見て思い出して。あなたも見てる、ちゃんと。そしたら見てる私だから今すごく頑張って、もう少しレベルダウンしようとしてる。1年がやっぱ経ってしまう。あなたもほぼ普通の日本語喋ってるのよ。いや、ね、私勉強熱心。あなた本当もう上手すぎる日本語。私勉強熱心なの。日本語上手すぎる。現役大学生。もっとひどくいかないと。ということで試合やった後に、まあ、かなり退化すると思います。退化します。確実に。やっていきましょう。半もわからないぐらいのテンションでいかなきゃダメよ。そうですね、ちょっと退化しましょう。というん、ことでやっていきましょう。シャープ。はい、ってことでブラシャルわざとすぎるな。でもその感じよ、はい、それが重要。ブラタンブラタンブラタン、何やってこう。じゃあまずこれも出してるでしょ。これ、これはこれ私これ出してるわよ。はい、こちら1つ目、みんな大好きパッコパーピーコパーピーケスパーピーケス来ました。パパーシャパパシャ来ましたよ、これ完全に。これもグリコです。グリカ、グリコの一応これ氷菓子で書いてあるね。果肉 16% です。残りの 84% はジンズ。ジンズ来ました。うわぁ、まあでももうアイスクリームに関しては全部ジンズでできてるから、もうこれ一時、待って、これ衝撃的なことが判明いたしました。何ですか。なんとこちらのパピコ、はい、原料原産地名、まずどこで作られてると思いますか。このキウイフルーツと果汁、
ジャパニーズじゃない、なんとイタリア製造でイタリアそしてなんとかっこいいな、なんとこのキウイフルーツの果肉、はい、なんとこちら中国産でございます。中国産、まさやもうこちらに日本の塊かけらもない海外に汚染された商品かもしれない。アジアとヨーロピアの融合でございます。はい、もうすげえどうですか、まあ、キウイこのパピクエスって言えばどうぞパピコ、びっくりした今横からぶち入れるかと思う。いいね、ここ最初かじりますからね。いただきます。チアツ。クリーミーな甘さなんか少し。うん、でも梅。キウイはめっちゃちゃんとしてる。梅んだわ。ちゃんとあのキウイを食べてる感覚。うん、緑のキウイ。ゴールデンじゃない。私はゴールデン派だけど。ゴールデンの方がいいわね。うん、ゴールデンキウイの方がもっと甘い。なんかそれも甘酸っぱさ、甘酸っぱさが。ちなみにあなたキウイといえば、はい、果物の中で最も何が多く含まれているフルーツか知ってる？ビタミン C。 正解。レモンの50倍ぐらい入ってる。ガチ？ガチ。私キウイ毎日食べてるよ。ビタミン C 一番入ってる。すげえじゃん、俺ビタミン C めちゃくちゃ取ってるってことか。じゃあ免疫高くなるよ。じゃあこれも肌にもいい。みんなこれバクバク食べればいい。いやでもこっちにはジンゼルが 86% だから代償がでけえ。代償でけえ。代償がでけえ。さあどうする。まあ美味しいわよこれ。これはうまいやっぱり。パッケージも分かりやすいしね、うん、やっぱグリコのパピコは量もこれ比較的に他のアイスと比べてそんな多くないから。あとこれいいのが1個取って冷凍庫を入れとこう、うん、で1個食べる。だから2日に朝と夜とかでいけたりして分けられる。脂質 1.5 減量値でもいけるよ。減量値をバクバクいける。これじゃあこれズバリお兄ちゃん評価いくつですか。 4.2 ぐらい。 4.2 夏とこ、夏とこの評価。さあはい、もうこちらも今回あのアイスクリームはスビティエカナエズカ出すからね、これ、はい、カナエズカがどんどん持ってくるけど、ね、これ何、これすっげーの持ってきたこいつ。これ面白いでしょ。続きまして読んでみる。パッケージかっこいいね。ガリガリカンリッチチョツコチョツコチョツコチーズ破壊の。はっ、おそらく耳聞こえなくなってる。はい、こっからみんなもう音なくなり声した。だいぶ序盤です。これちょっと気になるんだけど、これガリガリ君、なんか口からゲー吐いてない、これ。口からゲー吐いてるよ、このガリガリ君。口からパノスでございます。パノス。口からパノス。パノスザルタ、ばっつ。全部ピーだ。全部ロシア語で全部ピー。全部ピーだ。確かに。うわ。さあ、赤木乳業さんですね。お兄ちゃん、あなた、ブツオのガリガリコンはあなた食べたことある。でも、このガリガリコン、リッチ、うん。リッチは結構人気なシリーズだけど、私たち食べたことない。うまそうだな、これ。うわ。すげえ。そうですよね。でもリッチは当たりないんだよね。あ、そうなんだ。そう、当たりね。やけに詳しいな、俺。あ、これ、生産地、株式会社、赤白乳業株式会社、金井塚の、地獄を見た町、深谷にあります。ドラマでしたね、それは。あなたが地獄を見た町、深谷。深谷に関して。深谷に関して、どうぞ、行ってらっしゃい。意外と甘さ控えめですな。めちゃめちゃうめ、うん、めちゃめちゃうめ。これは確かレベルだけ。めちゃめちゃうめ。ガリガリコのリッチってこんなレベル高いんですか。氷、シャリシャリ感、そして口どけ、あと噛んだ時のこの絶妙な硬さ、はい、でチョコレートの奥深さ、ココア感じるもん。チープなチョコじゃない、うん、カカオ感じるね。カカオ豆。味はね、果物の実。あ、アイスのアイスチョコレート、生チョコ、チョコ、生チョコに近い感じ。安いチョコの味じゃない。そうそうそう、リッチなチョコ、ちゃんとリッチ。本当にだってカカオマス入ってる。いくら？カカオマス150円。なかなかリッチだね。通常のガリガリ君の約3倍近いから。もうガリガリ君70円くらい。70円くらい上がり、まあ、2倍ですね。でもコンビ、あのお兄ちゃん、コンビニエンスのアイスは大体160円、まあ150円、まあ、だいぶ値上げしましたよね。かなりもう100円でアイス使える時代終わりないよね。終わりました。私たちが生きた時代はそこにはない、まあ、とはいえ悪いけどうめえから 4.2 4.2 いただきました。まあこれは妥当な評価ですよ。いや、うめえ。やっぱね、ちょっとアイス紹介ね、ディスれないからうぜんだよ。うめえんだよ全部。クソったらもう外れがないよ、ね、やばくね。私たちうまい。続きまして、森永ビスキュイ・ド・サント
ダースミルク。そうげえ、ダースとコラボしやがったこいつら。ビスケットサンディスといえば、私たちサワヤン兄弟幼少期からかなり愛用していたアイスクリーム。バーコバーコ食ってた。バチバチ食ってた。めちゃくちゃ食ってた。体の多分 4% ぐらいはビスケットサンディスでできてる。あ、愛知県豊橋市ですね。豊橋市、え、ミコルさん。どうだ、こんな感じ。おお、うまそう。新鮮、ここ中が茶色になってるのがなんか、このやはりビスケッツサーですって言えば、このね、もちろんアイスクリームもそうだけど、ビスケッツですがマジでうまいんだよ、これなんかバターニスが香るんだよね。じゃあいただきます。いっちょって、これビスケッツです。記憶がよみがえる。やべ、甘党兄ちゃん止まらねえ、これ。これいっちゃって、ダーストのマリアージュをいかに。私はバニラ派かも。私もバニラ。まあ、美味しいわよ。美味しいわよ。美味しいわよ。バニラ派。バニラ。やっぱチョコレートの独特の苦味、まあほぼないんだけど、バニラのこのやっぱりこうふわーってこう雲の中に飛び込んだような、まろやかなあの甘みがね。クメスの中にもうダイビングした感じのなんか味だから。バリアージュが起きてないよね。わかる。ちょっと分離してるかもしれない。そうそうそう。やっぱバニラなんだよね、このサンディスの。この企画しようはずの時だよ。これしかも朝からこのアイスをバクバク食べる背徳感、これはズバリ評価。で悔しいけどうまいから4なんで、4ですね。まず決してまずくはない。ただこのビスキッセスの本来のこう香り、はい、風味をアイスクリームスがちゃんと出せてるか、はい、出せてない、はいはい、それができてない。1たす1が1になってる。相乗効果が生まれてないって感じですね。ただまあ新しい試みは評価しましょう。ちょっと日本語うまいだから、ああ試みを評価しましょうってっ言わないから外国人は。ナイスチャレンジとかグッドグッドとか、ね、そういう感じが。新しい試み評価しましょうはね、うまいのよ。だからそういうのあったらもっとちゃんと自分で考えて。語彙力うますぎる。ボキャブラリーがちょっとダメ。ごめんなさい、忘れる。今のことは忘れる。忘れる。対価対価対価。はい、次行きましょう、兄ちゃん。続きまして、90円完勝。宇治抹茶使用、井村屋、やわもちアイス。やわもちアイス。やわもちアイス。これなんじゃ、おい。抹茶氷、練乳ソースかける、お餅5個かける、粒あんかける、抹茶かき氷。すべてかけまくって、果たしていくつるになったのか。あ、すげえ、ここにこうやって書いてある。横に。これわかりやすいですね。内部構造が。信頼できる。記されている。もう完全にこれ、なんか、鎌倉とか行った時に、こういうなんかスイーティスがありそうですね、これ。こちらは寿司。寿司。高茶屋。7丁目1番の1号、はい、全て言い切りました。さあ開けていきます。お願いします。うわグロちょっとえグロちょっとなんかロックスがあまり慣れてないグロ。ちょっとこれ集合体恐怖症の人ちょっときついかもしれない。ノッゴンなロックスですね。なんでこれ白子と納豆とちょっと子供の あの赤ん坊のゲッちょっと入れた感じちょっとマジでそれ食いたくなくなるぞ。なんでこんな色になったの。私これこういうこと言い過ぎて、あの女の子給食食えなかった過去があるんで、小学校最低なんです。めちゃくちゃ先生に怒られて、それは女の子にもすっげえ謝ったそれ怒られて当然です。いただきます。断面な断面は綺麗。どうですか。もう一度いただきます。こんな断面冷たいな。一つ言っていい。はい。日本のアイスのレベル上がりすぎまして、もうね見せよこれ。これ本当にあのどっか和菓子屋さんに入って、その京都の老舗の店のクオリティよ。レベルだっけ、マジでおかしいぞこれ。ちゃんと抹茶のあれも残るんだよ、ちゃんと風味が、うん、で小豆でほのかな練乳の甘み。抹茶も甘すぎない。でもちもしっかり、もちもちアイスなのに、ちゃんともちっとしてる白玉。これちょっと来たね、お兄ちゃんこれは来たね。いやこれいくら、結構高いじゃん。162円。え200円クラスの味よ。やばもちアイス抹茶氷。いやこれちょっとレベル高すぎる。これどっかのその店のこれアイスだったら、これ銀座だったら1800円。いきますね。で出てくるまで20個待ちます。160円。何かを作ってるんだろうね。これすごいよ、ね、これ拍手。これ今日一です。次元違う。これすげえわ。しかも天使です。私抹茶のアイスほんま食べないのよ。これ熱くなってきた時の抹茶のさつぱり、はい、すごい、すごい、すごく良い、すごく良い。これすぎよ私。これお兄ちゃん評価いい。これ評価ね
4.8 来ました。これは夏底です。値段、味、すべてにおいてマリアージュもするし、マリアージュ、白玉、抹茶、どれも主張強すぎず自然と消えてくる。で、また食べたいって思っちゃう。これ和菓子好きは、和菓子好きの人はもちろんのこと、和菓子あまり食べたことないよっていう人でもこれぜひお試しください。これうまかったね。ねえ、もう全然まだヤバいの出てこないじゃん。あんたヤバいの持ってこいよ。お前ヤバいのありますよね。で、きっとある、きっとある。なんだこれ、これお兄ちゃん、これうめえのかよこれ。お兄ちゃんちょっとこれでも私がおすすめする商品、お兄ちゃんあまりなんか好まない傾向にあるけど、これはちょっと言ってほしいな。続きまして、アールグレイチャバ入りピーチカール、アールグレイマカロニアイス、アールグレイマカロニスアイスです。来ました、こちらセブンイレブンに売られておりました。アールグレイチャバリエピーチカール、アルゲーマグラス。そうけ、本場のナレーションだおい。これもはや何言ってるかわからないやつ。これお兄ちゃん、私が今年の冬唯一リピートした、もうアイス私も増量期でも食べないけど、はい、これだけは私食べてしまいました。桃果汁 2% 入ってる。何回も買って食べてしまった悪魔のマカロニスアイス。残念なお知らせ、こちらもあの金塚が地獄を見た街深谷発祥でございます。あ、ごめんなさい、トラウマが蘇りました。アロぐらいでしょ、お茶でしょ、要するにバランスが非常にいいのよ。ミルクティーマカロン量も多くないのは高いんだけど、いくらするのこれ。これ高い、260円ぐらい。高っ。ただ本当に美味しいのよ。高っ。高いのよ。260円ぐらいする、250円とかだったりする。ただマカロニスだから、マカロニスは高いのよ。こんなサイズさ、さっきの抹茶があの満足感で160円本当に自分へのご褒美で、週終わりとかに今日頑張ったなって時にこれ私買ってました。いただきます。私好きなんで、ちょっと残してね、私にちょっと残してね、私に。一口だけだ。これすごいね、アールグレイが、アールグレイがすごい濃いのよ。とピーチ、ピーチのマカロンの甘み、まあ、私正直初つかはすごく好き。あの柔らかくてもちっとして、でお茶が広がる。ただちょっと厳しいこと言うんだけど、桃のね甘みがちょっと強すぎる。あ、強い、かなり。でも私アールグレイが苦みがあるから、そこのマリアージュ、それを上回る甘みがある。そんなに桃、本当にすっげえ甘い。絶対私がこれさ好きって言ったから厳しくしてるでしょ。正直私正直本当に高い、まあ、高いのはね260円。これはでもうまいもん。これ評価いくつですか。じゃあ4。嘘、 4.5 よ。でも4はいくから、美味しいから。本当にこれちょっとぜひみんなに食べてほしいな。これまだあるうちになくなりそうか。桃、そしてアールグレイという、はい、かなりお互い変化球な組み合わせ、はい、これがアイスコーナーに並んでるとしかない。しかも260円の値段で、はいはい、260円のハーゲンダッツ買える値段があるんだ。それをわざわざアールグレイ&桃に行くかどうか。いや、 そのそもそも人間がその勇気大事。だからこそちょっとハードル高い、まあ、かなり、ね、で手を差し伸ばしづらいっていう意味でも 4.0。 もっとやっぱ買いたくなるような工夫が欲しい。まあ、私は好きよ。でも美味しいよ、ね、私の愛は。でもやはり桃が少し私は甘すぎないように感じた。なるほどね、まあそこは人それぞれですからね。まあ美味しかったよね。さあ続きまして、メイシュブルガリアフランス語デザート。うわぁ、そうか、何語、フランス語、イタリア語なんですか今。チーズあかんそこそこ入ってる。そこそこです。無意識の月光、無意識の脱粉、最近出てないんでみんな寂しがってますよ。お兄ちゃん最近朝から野菜食べてる、はい、ちゃんと食べてるんだね。それがルクスかわいかわいちいパルムみたい。パルムあれダメだよ。さすがにガニ何があったかちょっと皆さんご想像ください。歪んでるね、なんか確かに。おブルーベリーの香りすごくいい。ブルーベリーとヨーグルトだ、本当にあのブルーベリーヨーグルトみたいな味わいになるのかな。どうだ、美味しくない？うん、うまいね。でもちょっと溶けちゃったから、うん、もうちょっともっとカリッとしてんだろう。カリッとしてる外は。最初ブルーベリーのこの酸味ガツンくる。でその後に本当にヨーグルト、ヨーグルトの感じ。甘いヨーグルト。甘いちょっとヨーグルト。苦味のないヨーグルト。
まずこのブルーベリーのコーティングが薄い、はい、薄めですな、かなり薄い。もっと例えばあのチョコアイスって丸いやつあるじゃん、パルテパルムパルムだパルムパルムのチョコって結構厚いの、厚いカリッてこするそれぐらいやっぱ厚くしてほしい。かなりあの原価抑えに来てる、薄くこれヨーグルトでごまかしてますね、うん、ヨーグルト対このブルーベリーのソースの比率が少しねヨーグルトが多い、はいはい、だから噛むと本当にブルーベリー一瞬で消えちゃう。あとは全部ヨーグルト、80杯ヨーグルト。だからそれ厚くしてほしいっていうのと、ヨーグルトももう少し酸味あってもいいかなと思ってる、はいはいはい、ね、評価 3.9 です。 3.9 を今回初めての3点台いただきました。美味しいけどね、うまいけど、美味しいけどやはりこの全体のアイスクリーム、はい、シジュールがレベルアップしてるから、ちょっとこれ厳しく 3.9 で、かろじて 3.9。 これ軽くね入ってる、これなんかこれで私何なんだこれって思って買いました。サダハル青木パリスマカロングラッセアラバニーオ。何これ、私初めて見た、こんなこれ、これしかも結構高いでしょ多分これ、マカロンだから。うわ、マカロンにする、なんでこれに入れたの。お、うわ、え、うわ、なんか腐ってね、下そういうものこんなに出てきました。何これ、お前をこれちょっとしてるの、俺のお弟子が買ったんだけどね、これじゃあいただきます。気をつけてね、いただきます。あんたこれね、やばいよ。わお。わお。あんま。激山。歯溶けるかと思う。デーム。デームやめろよ。急にアメリカに入国拒否されたあんたに国の言葉使う権利ないじゃん。さっきのマカロニスは、まだその苦みと甘みだったじゃん。これ甘い甘い甘い。全部甘さ3分。この、え、いくら?420円青木マカロングラスアラバーニーは青木青木さん頭大丈夫ですか。420円、嘘でしょ、本当に420だったっけ、税込み420円で、これで高級デザートやなさっきのマカロニスがバカみたいに、これお店で、はい、アイスコーヒーとかと一緒に出てきたら相当美味しいかもしれないけど、でも単体でこれ食うの無理です。420円の青木はちょっとこれかなり攻め青木ですね。だってハーゲンダッツ あの超リッチバージョンみたいなぐらいの値段でしょ。オペラとかオペラとか、そうサンゴよりワッフルより高い、高い、多分結構この青木っていうブランド、洋菓子のお店があると思うのよ、それがプロデュースしてるからやつだから多分高い。なるほどね。いや、これどうですか、ズバリお兄ちゃん評価これは。いやー厳しい、 3.8 ですね。これはちょっと厳しいですね。やっぱり上品な甘さと、うん、もしこの420円でもう本当に何でもできる感覚価格帯だと思うのよ。でネームバリューで攻めてきてるあたり、はい、ちょっとね、あのそんな甘くないですね、そんなネーム業界悪いけど青木さんレベル高いですから、ね、青木さん甘くありません、はい、ネームで勝てるような業界じゃありませんの、頑張ってください。じゃあパスケージもちょっとあんまりなんか多分巨匠だと思うよ青木さん。巨匠に対してもっと頑張る、まあ、私知らないです、知らない、日本に来て守れる、悪いけどそんな甘くない。あの一度あのさっき白玉のやつ食べてみてほしい。あれ150円、自分の あの実力もう一度見直してください。まあ一回あれは置いといて、次行きましょうか。カスタード好きのためのシーフコのカスタードバニラビーンシード入り、すげえ、完全にもうカスタードの振り切っておる、こいつらエグロワイヤル塩、何エグロワイヤル、何これ、パティシエの声から生まれた卵、本品中に使用している卵は全てエグロワイヤル、エグロワイヤル卵詰めだ、エグロワイヤル卵詰めですね。さっきのあの青木にやられても今一気に大ダメージ、クソ甘くて今かなりサツパイしたものを食べたいっていう、いあの気持ちがあるにもかかわらずこいつ叶えたから容赦なくさらに追いカスタードぶち込んでくるこのセンスよお前の。さあこちらカスタードですね、カスタード固めてだけ、これもしかして本当にその可能性ある、あなんか確かにここカスタード固めて、だってここパッケージのルックスはのワッフルみたいなこのシューみたいなのがありますからね。いただきます。イメージなんだ、いやらしいですあなたこれファーストタッチちょっとびっくりすると思う、俺の顔の意味が分かると思う。何があるんですかそこには。いただきます。そう、あだから安心、そう安心、最初何変な味がする、最初変な味がするのよ、薬品じゃないけどちょっとなんか腐っ
腐った感じがガンってくる。で、後からちゃんと甘みがコカスタードが広がる。カスタードが来る。でも正直これならカスタードシュークリーム買う。間違いないね。これでカスタードアイスである必要性がマッチとないね。やっぱりカスタードの良さって、あのとろみ、クリームが口全体にブワンってもう暴れ散らかす、あれがカスタードの醍醐味なんですよ。これアイスにしたことによってカスタードのとろけがやはりない。私がもし制作側だったら、アイスの中にカスタードソースっていう形で入れたら、噛んだ時にカリッと、外ブリュレ風のアイスとかにしてカリッとして噛んだら、中からカスタードクリームがジュワー広がったら、これも100点満点。お兄ちゃんすごいアイディアマンだね、完全に。だこれはね、カスタード自体を丸々固めちゃってるから、カスタードの良さも失いつつ、アイスクリームとしても評価が下がってるため 3.1。ちょっと惜しいね。惜しい。まあ発展途上だと思う。カスタードの味は良かった。その食べの、咀嚼した後も、ね。カリッとしてクリームをパッて出した方がいい。そうですね。それできたらかなり評価上がります。頑張って。それが答えだと思います。私。さあ続きまして、森永フローズンラムネ。フローズン。はい。スーツケリー＆クリーミー。ラムネ入り。見てますからね。本当に見られてますからね。金さん見てる。私たち見られてますから。気をつけて。ぜひお兄ちゃんに誰かビートボックスを教えてあげてください。勘違いしてます。めっちゃうまいよ。完全に勘違い。いや、私はスタイルよ、これ。逆に誰も真似できない。勘違いして。誰か本当のビートボスケさん教えてあげてください。早速実食。あの、ガチャガチャに出てくるガンダムの匂いするよ。ゴムの。ガチャガチャ。ガチャガチャで出てくるガンダムの匂いする、緑色の。ガチャガチャの匂い。ガチャガチャのカプセル開けて、そこから出てきたゴムのこういうフィギュアの匂いする。懐かしい。鼻ついちゃった、ガンダムが。鼻高すぎる。じゃあいただきます。いっちゃって。想像通りの味。これキッズ好きそうだね、これ。ちゃんとラムネも入ってるんですね、こいつら。そう、ブツブツが入ってる。これいいですね。で、食感が3つあるね。クリームと氷のラムジャリジャリとこのラムネのつぶつぶ。私そこまでこのクリームがそこまで好きじゃない。クリームいらない。クリームがいらないかもしれないね。なんなら油っこくなる。クリームなしの方が売れそう、これ。ジャリジャリだけにして。評価 3.9。 3.9、 惜しくも4乗らず、もうちょいですね。クリーム減らしてラムネのつぶつぶ増やしてほしい。それだったら間違いない評価変わりますね、これは。ラムネマシマシ、クリームなし、バチバチガリガリ、ラムネアイス。そんな感じで打ち出してみてください。ありがとうございます。さあ次、お兄ちゃんやべえのが来てる。すげえの、どんだけ怖い。弱い、いつあんの。いつまでやんの。あと1個、あと1個。さあこちら、モレナガイヤシュシスシュ使いよ、モイフイモイフイ。本当にそういう名前、モイフイモイフイ。ふわふわケーキサンド、本当にふわふわ。グロテスクな形してますけど、手作り感すごいわよ。あのさっきのクッキーサンドのなんかモイフイ版って感じ。ちょっと発展途上な、クッキーサンド発展途上版な。ふわふわケーキなんだこれ。で、黒蜜ソースが中にある。なるほど、すげえ。お、モイフイしてる。お、すげえ出てきた。お、うん、すげえふわふわしてる、本当に。あお、油揚げみたいな食感なので、うん、まあこれね、私は全然これ好きじゃないかもしれない。あのふわふわはいいんだけど、パサパサがすごいね。やっぱ生地の割合、やっぱりあくまでもこれアイスですから、はい、やっぱアイスが主役でなきゃ私いけないと思うのよ。はいはいはい。でかなりこう生地が厚い、ふわふわだけど意外と噛むと硬い。要するにアイスクリームですと混ざらないというか分離しちゃってる、口の中で。だからスポンジはスポンジ、アイスはアイスで、黒蜜もソース入ってる、正直、ま、あんまり分からない。全然分からない、少ねえ。噛んだ時にもっとこう中のアイスクリームの部分がこう浸透するような感じ、浸透率が低いのかもしれない。分離してるわね、浸透率が足りない。浸透率、浸透率
あなたもうまくなってる。うまくなっちゃう。いいじゃん。ちゃんと伝えようとすると、やっぱ日本語うまくなっちゃう癖があるわね。勉強したんだよね、あの。浸透パーセンテージが。そう。浸透プラセンテージ。浸透、浸透、浸透パーセンテージが、ちょっとね、ダメだ。ダメですね。あんた。これ評価ね、3ですね。ちょっともう期待を込めて2点台にはしませんでした。本当 2.9 ってつけたいところで期待を込めて。ちょっと優しさ。化ける可能性がある。そうですね。さあ、そして最後ですね、これお兄ちゃん。これは不動の最強でしょ。これでもやってないんですよ、私たち。ブロツテ、ビーツク、スイケルバール。スイケルバール。ビーツスイケルバール。ショコアツとタネエリア。シャー。すげえ。シャー。アルボスバールスイカパマンスイカパマンガッパマンちょっとやめなさい。本当にひどいよ。全部ピー入れますけど入れますよ。最悪なヒーローよ。うわ取れちゃった。取れちゃった。うわ取れちゃうんじゃないよ。はい、スイカパマン食べていきたいと思う。本当にやめなさい。さあさあ、これもうジャパンではもう50年くらいあんのかな。超前から本当にもう長年愛されてきてる。プールを遊び終わってみんなで集まった式ボンネピッホップダバイダバイホップダバイダバイみんな何にも分かんない。しかもピーもしなきゃいけないってめんどくさいやつ。何も分かんないんだ。毛がついてました。あなたとじゃない、これ明らかに金よ。真っ金金になって抜け毛。抜け毛は7歳なんで俺の毛がついてるんで。さっき食べてそんなことある本当にお兄ちゃん。これうめえな。私もこれちっちゃい時にバーコンバーコン食べてました。これ嫌いなやついるんだったらもう教えてほしい。一応入ってんだ、スイカ果汁。悪いけどこれは海外にもあんま見ないような完成度。だってスイカアイスってこれ以外じゃある他に誰も参入しないのよ。強すぎるから一強なのよ。デザインも可愛しい。そうで、スイカバマンもいる。でこれチョコがいいんだよ、ちょっと入ってる。いやこれうまいね、これあんた。いやもうでもこれ俺完成だと思うんだよね。この上ないと思う。5いただきました。これはスイカバーはね、正直日本を笑顔にすると最強、うん、コスパもいい。でけえし、しかも いくらそれ。スイカバーは10円。ほら、これがスイカバーの力。でも最強だ。これが力。やはりシャーベットは、やはり回収とかそういうのできちゃうから、比較的安い。これ、夏プールの後も、これの上に勝るものないんだよね。これ最強なんです。最強スイカバー。スプールの後。で、めちゃくちゃ垂れるんだよ。めっちゃこのメロンとかが溶け始めて、下からこういうちょっと垂れない。踏んでやれなきゃいけないんだよ。めっちゃリコくんだよ。だって気づいたら白 T とかにちょっと垂れちゃってんだよ。いや、それがいい思い。それが夏の思い出なんです。スイカバーで汚くなる。俺たち、深川の思い出。相変わらずちょっと総括に入るけど、はい、あのレベル高。レベルやっぱり1年経ってる。もう正直どの、まあ、カツプヌードル、お菓子、グミ、ね、ヨーグルトいろいろやるけど、毎回このアイスクリームスはちょっと群を抜いてるレベルの高さ。これ世界に誇っていい。もっと進出してほしいよね。いや日本のアイスクリームマジ世界進出どんどんしていくべきだと思う。特に今日の俺正直あの MIP、うん、Most Impressive Player、 プレイヤーは抹茶のヤバモチ、白玉ヤバモチ、これはすごかった。金額160円ぐらいでしょ。マジで高級カフェの1杯1800円のかき氷クオリティあるぐらいうまかった。うまい、マジでうまい。ぜひ見、あれはあれこそ 5.0 かもしれない。あれも 5.0 だね、うん、あれは本当に美味しい。美味しかったね。美味しい。ぜひ皆さん食べてみて、挑戦してみてください。挑戦してみて。はい、まあということでそんな感じですね、今回の動画もし面白いな、サバヤのレビュー分かりやすいなと思ったあなた、そこのあなたぜひご自宅ボタンを押してください。すごいわね。あとお兄ちゃんのビートボツキスうまいなと思った方もお忘れずに高評価押してください。ありがとうございます。さあ最後にシュワー、今みんな押しました。このフォードの瞬間にみんな押しました。ありがとうございます。ということで、あとチャンネル登録も忘れずにお願いします。お願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バーッ。